お元気ですか、ペルシアンでございます。今回はユーズドボールカードシリーズ東京ヤクルトスワローズ2022トレーディングカードの今度はね後編の6袋を開けていきたいと思います。それではねやりたいと思います。まず後編の1袋目でございます。こちらは、石川投手、中村選手、西浦選手、原樹里選手、山崎選手で、ボールカードが出ますね。石川選手のね、ボールカードでございます。ボールカードはね、結構久しぶりでございます。確率は55分の4でございます。で、2袋目でございます。で、田口投手、清水選手、で青木選手、奥川選手、で山田選手に、これ原樹里選手投手の金箔サインカード付きでございます。3袋目でございます。西浦選手、山崎選手、塩見選手、清水選手、青木選手に、小川選手でございます。4袋目でございます。小川選手、山田選手、西浦選手、あ、ごめんなさい、村上選手です、失礼しました。金久保選手、これは島選手ね、かつて楽天にもいました。で、石川投手の金箔サインカード付きでございます。5袋目でございます。奥川選手、山田選手、村上選手で、島選手、金久保選手に中村選手でございます。最後の6袋目開けたいと思います。これは村上選手、宮本選手、島選手、石川選手、中村選手に、最後は清水選手の白サインカード付きでございます。はい、ちょっとごめんなさいね。はい、以上で、ユーズドボールカードシリーズ東京ヤクルトスワローズ2022のトレーディングカードを終わりたいと思います。今回はですね、直筆サインカードは出ませんでしたが、その代わりですね、ボールカードでございます。で、前編の方でね、一つ言い忘れたことがございました。そちらはですね、このプロトカードでございますが、プロトカードもね、実はね、これ65分の40というのをね、言うのを忘れておりました。大変失礼いたしました。
こちら久しぶりのボールカードでございます。またね、お金がありましたらこういった開封動画をやっていきますのでよろしくお願いいたします。あとはですね、サブチャンの方でね、またこういった直筆サインカードやボールカードをね狙うチャレンジ企画もやりますので、もしよろしかったらサブチャンネルの方も見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。